大須価格調査隊、大須3丁目にある朝中商店から果物の価格お伝えしていきます。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず紹介するのはこちらの真っ赤ないちご、新城さんの紅ほっぺの価格です。先週と比べてこうなりました。今週は動きがありませんでしたね。ただ先週まではどんどん下がっていたんですよね。そうなんですね。先週まで順調にじわじわ下がってきて、うん、もう一段階下がるかなと思ったんですけど、ここに来て先週のちょっと冷えが影響しまして、はい、若干差が安定っていうか、はい、うん、下がらず、もしかして、うん、2,30 円今週上がってしまうかなって感じですね。あ、そうですか、はい、1パックあたり2,30円上がる可能性が、ちょっと出荷量が減ってしまったっていうのもありまして、うん、はい、もしかしたら上がってしまうかなって感じです。はい、はい、続いて柑橘類の方もご紹介しようと思いますが、まず柑橘類全般のお話です。今シーズン柑橘類がちょっと高くなってるそうですね。そうなんですよ。今シーズンですね、例年に比べると全体的に柑橘系が皆さん、みんな高いんですよ、うん、高いっていうか、なかなか下がってこなくって、はい、下がらずに終わっていっちゃうかなっていう中、うん、こちらの洋館が、はい、なんかちょっとお手頃に入荷がしてるかなって感じですね、はいはい、じゃあ洋館の今週の値動き見てみましょう。はい、先週と比べて動きがありませんでした、はい、まあ、その柑橘類が思うように下がっていないということですが、それ何か理由はあるんですか。はい、そうですね、やっぱり去年のですね、ちょっと夏過ぎの実つきが悪くって、実のつきが悪くって、うん、それが影響してまして、はい、なんか出荷量が増えてこないっていうのもありますね。そんな中で洋館はお値打ちになっている、はい、ぜひぜひ、ね、食べていただきたい商品です。はい、ありがとうございました。大須価格調査隊でした。